なんか世の中は大変なことにまたね、なりましたね。一度コロナが落ち着いて、ほっとしてお仕事も再開できて嬉しいなと思ってる最中に、今度はオミクロンといってね、またどんどん増えているということなので、私の、新曲披露会、1月18日、上野の方で企画していたものも、まあ、できなくなったり、また2月は地元の大分県の方でも計画していたんですけれどもね、できなくなりましたが、そんな中でこうやって今日は久しぶりですね、鈴崎さん。ホムラの竹以来じゃないですかね。確かここに立ったのは着物を着てたような気がしますけれども、着物姿から一転、最近はドレスで活動させていただいておりまして、私は西剛先生の弟子なんですけど、杉本昌人先生の作品を2作と、そしてまた今回は、同じ地元の大分県の花岡雄平先生にプロデュース、そして作詞作曲ということでしていただきました。今までの私とまたちょっと違った、まあ何と言いますかね、いい部分が出せたらなと思っております。ぜひ今日は最後までお楽しみください。よろしくお願いいたします。最近のニュースを一言言いたいと思います。このコロナ禍、突然消えた1週間、この1週間のスケジュールをどう埋めようかと考えておりましたら、お引越しをしました。地元大分には、まあ、家族がいるんですけれども、都内の方で実はお部屋を借りてましてね、1年1人暮らししてたんですけれども、もうちょっとグレードアップしたいななんて思って、少しだけ距離は離れましたけれども、快適な場所を見つけて、お引越しがやっと完了したというところです。もう引っ越しであっちこっち都内は動き回って買い物をするので、今まで以上に歩いてるんですよね。ふくらはぎとか腰のあたりとかがすごくパンパンでですね、ああ、こんなに歩いたら痛くなるんだっていうのを今痛感しておりますが、ちょっと今日はハイヒールで頑張ってみたいと思います。さて、前作なんですけれども、昨年の4月になります。ファラオェイ、この空のどこかで、杉本昌子先生の作品第2弾なんですけれども、この中に前作の飛べない鳥じゃあるまいしも入れていただいてたり、またバラードの夜をあなたとという、私のアルバムがあるんですけれども、その中に入れていただきました千秋直美さんの冬隣のカバーですね。これは杉本昌子先生が実は内緒で演奏してくださっておりまして、極秘なんですけれども、ピアノもギターも演奏してくださったという、まあ、貴重な思い出なので、それも入れていただいて、3曲入りで発売させていただいております。この3曲をちょっと聴いていただきたいなと。ファラウェイはですね、一昨年亡くなってしまった同級生のことを思いながら私も歌わせていただいてたり、また作詞の冬道ひろ先生は大切なお母様を亡くされて、その思いをこの詩に託しております。じゃあ、ファラウェイからお聞きいただきたいと思います。ファラウェイ、この空のどこかです。はい、どうもありがとうございました。飛べない鳥じゃあるまいし、この曲はね、私がもう欲しい欲しいと手に入れて、3年かかって手に入れて、やっとの思いで歌わせていただけるようになった曲だったんですけれども、まあ、コロナ禍になってしまいまして、飛び立てずに、ね、おととし活動がほとんどできずにね、なので、まあ、ファラウェイと一緒に大空に飛び立ってほしいなという思いで、入れていただきました作品です。まあ、冬隣、これをね、本当に杉本昌人先生の愛情たっぷりの演奏で歌わせていただいている大切な曲ということで、まあ、この3曲、ファラウェイ、この空のどこかでの CD に入っておりますので、ぜひお聴きください。さあ、それでは、新曲の方行きたいと思います。カップリングの方から、まあ、A 面は最後にね、もう一度聴いていただきたいと思います。カップリング、先ほどのファラウェイ、この空のどこかでや、飛べない鳥じゃあるまいしの作詞を手掛けてくださいました、冬美千尋先生が今回の作品書いてくださいました。コルトレーンを聴かせてというね、とっても素敵なタイトルなんですけれども、コルトレーンって何だかわかりますか？あ、知ってますか？何でしょう？あ、歌手、ジャズの歌手。ああ、ちょっと、三角ですね。サックス奏者なんですよ。ジョン・コルトレーン、あ、よくご存知で。そうなんですね。このメロディー、先に出来上がったんですけど、タラララララン、タラララン、で、このメロディーが来た時に、
スミ先生ははっと、あ、これはもうコルトレーンを聴かせてって聞こえるって思ったそうです。で、今のジャズが好きな方だったらコルトレーンと聞いたらね、あ、この曲はジャズかなって思っていただけるから、そこからこのタイトルが出来上がったわけですけれども、この物語はですね、昔の彼がそんなコルトレーンが大好きなサックスを吹く方だったんですね。一緒にバーに行って彼がサックスを吹いたり、またコルトレーンを聴いたり、そんな、ね、デートをしてた二人なんですけれども、まあ、年月が過ぎて何らかの事情でお別れをしましたが、また久しぶりに再会をして、彼にね、またあの時のコルトレーンを聴かせてって言ってるという物語に作られております。初めてのジャズで私もね、上手に歌えるか分かりませんけれども、お聴きください。カップリン曲コルトレーンを聴かせてです。さあ、新曲のカップリング曲コルトレーンを聴かせてお聴きいただきました。こちらの曲もカップリングではあるんですけれども、ミュージックビデオを今回作っていただいてまして、 YouTube の方で見ていただくことができます。私も実は高校時代にサックスをちらりとかじったことがありまして、あ、かじったって言ってもこうかじってるんじゃないんですよ吹いてみたことがあるんですけれども、ただ私が担当してたのがバリトンサックスという低音楽器でですね、こうやって持ったら床に引きずるぐらい長いんですよ。それでバンボンバンボンしか演奏してなかったので、メロディーラインって吹いたことないんですね。で、憧れてたので、今回このテナーサックスということもありまして、思い切って買ってみました。はい、買ってるだけですプロモーションビデオではこうやってかっこよく持って、海辺でですねポーズを決めておりますけど、ポーズを決めてるだけですこれからですね、吹けるようになりたいと思っているんですけど、なかなか楽器って場所が限られますよね、練習する場所がね。なので、まあ、地元に置いてるんですけど、 今のところ地元にほとんど帰れてないので、帰ったら練習しようと思ってますけどね、一つ特技を増やしたいと思っております。さあ、そして最後になります、新曲月夜の明かりなんですけれども、今回ですね、杉本雅人先生が花岡雄平先生とみんなで会食をした席でですね、お前大歌同士な、雪に作ってやれよみたいな感じで、まあ、そんな気をしてくださったんですね。それで、ディレクターも変わったことですし、今回は、プロデュースしてもらおうって言ってね、新しい目で磯貝駅をどんな風に美味しく料理してくれるかというね、みんなでワクワク楽しみにしておりましたら、とっても妖艶でですね、ノスタルジックという言葉がぴったりくるような、そしてまたキリリとかっこいい一途な女性もありますね。でもちょっとかなわない切なさとか、女性らしい柔らかさとか、そういうものもすごく含んでいるので、一言に言うとって聞かれたら、いい女の歌って私は言っております。これを歌って最後にちょっと一皮向けて、いい女になれたらいいなと、そんな気持ちでこの歌歌わせていただいております。今回のこの、新曲の中にですね、歌詞チラシがありますが、そこに角に応募券がついておりまして、この応募券は何をするための応募券かというと、皆さんのお歌を録音して送っていただくときにつける応募券になっています。で、新曲はもちろんですが、先ほど歌わせていただきましたすべての曲ですね、ファラウェイの CD、飛べない鳥じゃあるまいしの CD も含んでますけれども、飛べなかった曲たち、みんなね、一緒に、皆さんが歌ってくださって応募していただいたら、お礼の気持ちでディレクターが寸評を皆さんにね、必ず丁寧に、書いてお送りするというふうに約束をしましたので、はい、お届けしたいと思います。そちらから送っていただく送料だけいただいて、こちらからの分は日本クラウンが負担いたしますはい。そして、その中で選ばれた30名の方は決勝大会、これできればいいですけれどもね、はい、そして30名の方の中から3名の方は次回の私の新曲、どんな曲かまだ分かりませんが、レコーディングにご招待をするという、そんな企画になっております。ぜひね、優勝目的じゃなくても結構ですので、面白がって出していただけたら嬉しいなと思いますので、ぜひ歌って送ってください。それでは、最後の曲、ちょっとね、船を漕いでるような詩に見えますが、船を漕いでる女性じゃないです、恋をしている女性の物語ですので、その辺お聞きいただけたらと思います。
月夜の明かりでお聞きください。今回昨年12月8日に新曲月夜の明かりでを発売させていただきまして、今日は鈴木岳さんにお邪魔しました。皆さんありがとうございます。今回の新曲は初めて同じ大分県の出身の花岡雄平先生にプロデュース、そして作詞作曲と手掛けていただいた作品です。とっても妖艶でノスタルジックで、そしてまた叶わぬ恋でありながら一途に思いを貫く女性の歌になっております。とても幻想的な、神秘的な曲になっているので、ぜひ皆さんのお手歌に使っていただきたいと思います。そしてまたカップリング曲コルトレーンを聴かせてなんですけれども、前作前々作に引き続きまして作詞の冬美千尋先生に、詞を書いていただき、そして作曲は花岡雄平先生の作曲となっております。私は初めてジャズに挑戦をいたしまして、ちょっとこう脱力をするというか力を抜いて歌うことを、覚えました今まですごく頑張って歌う歌が多かったので、今回はゆったりとした気持ちで歌わせていただいております。コルトレーンという言葉を聞いたら分かる方には分かるかと思いますが、ジャズのサックス奏者のお名前です。そんなコルトレーンを好きだった彼と久しぶりに再会して、またバーでお酒を飲みながらあのコルトレーンを聴かせて、そんな女性の歌なんですけれども、今回のこの CD の中には応募券がついております。この応募券を使って皆さんのお歌を録音して応募してくださいますと、皆さんに寸評をプレゼント、そしてまた30名の方は合唱大会に進出して、3名残った方は次の私の新曲のレコーディングにぜひお越しいただきたいと思っております。来れない方も楽しんでいただける企画になっておりますので、ぜひ皆さん歌って録音して応募してくださいね。曲はこちらの曲だけではなく、ファラウェイこの空のどこかでの中に入っている曲、そしてその前の飛べない鳥じゃあるまいしの中に含まれている曲も参照となっております。皆さんの自信のある曲を1曲、2曲、3曲、またまた5曲でも結構です。応募券、1応募券で1曲応募ができますので、皆さんどしどし応募してくださいね。締め切りは6月15日です。皆さんの応募待ってます。ありがとうございました。応援してね。